シャイニングはスウェーデンのブラックメタルバンド。個人や自殺をテーマにした詩のデプレッシブブラックメタルを主に演奏しており、バンドは自身の音楽性をスーサイダルブラックメタルと表現している。バンド名はスティーブン・キングの小説、シャイニングやそれを題材とした映画とは何の関係もない。ニクラス・クバルフォルトによれば、 バンド名は、サトリエの童貞を意味しているとのことである。1996年に、ニクラス・クバルフォールトにより結成。結成時点でニクラスは12歳であった。その後、ロベルトとテッドウェデブランドが加入。ニクラスが、自主レーベルセルブストモールドサービスを設立し、1998年に EP、サブミット2セルフディストラクションをリリース。ロベルトは、 その後脱退。ニクラス・クバルフォルトがボーカルを兼任するようになる。さらに、この頃から、キーボードも兼任するようになった。アンドレアス・クラッセンとタスクが加入。2000年にファーストアルバム、Within, Deep Dark Chambers をリリース。リリース後、アンドレアス・クラッセンが脱退。翌2001年にセカンドアルバム、d ー v i ツ s and Hall Plats をリリース。その後、 ニクラス・クバルフォルト以外のメンバー全員が脱退。ホーカン・後ラッシュ、フィルシロナ、ヘルハマーが加入。イタリアのアバンギャルド・ミュージックに移籍して、2002年にサードアルバム、スリー・アングスト・シオレダ・ストルーク・ティバイト・ティンズ、エミッサリエをリリース。リリース後、ホーカン・後ラッシュが脱退。それから2年程度経過して、ジョンデュが加入。 2003年から2004年にかけて、ホースアルバム、4、ザイアリー・コールドをレコーディングする。レコーディング終了後の2004年8月、解散を発表。4、ザイアリー・コールドが最後のアルバムになるとされていた。しかし、解散から4ヶ月ほど経過した2004年12月に、新たなラインナップで再結成。メンバーは、ニクラス・クバルフォルト、ジョンドゥ、アンドレアス・カサド、 ペテルフス、ヨハン・ハランデル、ルドビグ・ウィットである。2005年をはじめにフォースアルバム、フォー、ザイアリー・コールドがリリースされている。再結成後は、オスモス・プロダクションと契約。2006年に、ジョン・ドゥ・アンドレアス・カサドが脱退。フレデリック・グロービーが加入。また、同年には後日の失踪騒ぎがあった。2007年にフィフスアルバム、ブイ・ホロム・ストッドをリリース。リリース後、 ヨハン・ハランデルとル・ドビグ・ウィットが脱退。フィル・シロナとヤルレ、ビベリが加入するが1年ほどでフィル・シロナとヤルレ、ビベリ、共に脱退。2008年にアンドレアス・ラーシェント・リカルド・シルが加入。また、この頃から、ニクラス・クバルフォルトが、再びギターを演奏するようになる。2009年にシックス・アルバム、シックス・クラーゴ・サーマーをリリース。その後、スパインファームレコードに移籍。 2010年にセブンスアルバム、セブン、FDD ファーローレイをレコーディング。レコーディング後、アンドレアス・ラーシェント・リカルド・シルが脱退。同年中に、クリスティアン・ラーションが加入。2011年に、セブン、FDD ファーローレイをリリース。同年には、フレデリック・グロービが脱退。セバスティアン・バッツが加入するが短期間で脱退した。さらにルドビグ・ウィットが再加入している。 2012年にエースアルバム、リーディファイニングダークネスをリリース。サードアルバム以降続いていたアルバム名頭のナンバリングがされなかった。また、ルドビグウィットが脱退し、エウゲバロビルタともとキューアスのライネルトゥーオミカントが加入した。2013年には初期アルバムの時期のプリプロダクション音源のリレコーディングアルバム、ハチフェイベアードローマールアイ、バコットティールスタウンドをリリース。 ホグアルバムでは、頭に、8というナンバリングがなされ、後のアルバムでは再び、ローマ数字によるナンバリングがなされるようになる。2015年1月のマーダックのサポートアクトとして、初来日している。フランスのシーズンオブミストに移籍して、ナインスアルバム、ナイン、エブリワン、エブリシング、エブリウェア、エンズをリリース。2016年4月末に、 クリスティアン・ラーションとライネル・トゥオミカントが脱退。5月に元メンバーのヤルレ・ビベリが再加入し、9月にはスターブハウス等で活動するマルクス・ハンマーストロームが加入した。2017年6月末にギタリストのエウゲバ・バロビルタが脱退した。2019年9月、ドラマーにオランダ出身のフランク・シルペルールトが加入した。2018年1月にテンスアルバム X。 バーグ・ウタン・フロックをリリース。同アルバムの名前は、スウェーデン語で一匹狼の意味。同アルバムは、ワードレコーズ参加のケイオス・レインズから、日本プレス版がリリースされたが、これが、シャイニング初の日本プレス版となった。また、このアルバムには、日本、山梨県に所在する青木ヶ原をテーマとした、もう青木ヶ原という楽曲も収録された。シャイニングは、歌詞の中で、 自殺や自傷など、その形態すべてを奨励している。バンド結成メンバーのニクラス・クバルホルトは、ライブにおいて部分的ではあるが、シャイニングの音楽に影響を受けて自殺した人が数人いると主張したことがある。音楽的には、ストリードやバーズムのアルバムである、ベスリセットタール・オース、フィラスフェムなどのブラックメタルから大きな影響を受けている。それに加えて、初期は、 ドゥームメタルから影響されており、近年では、プログレッシブエクストリームメタルから影響を受けている。ニクラス・クバルフォルトは、2006年7月に失踪し、自殺したとの噂がささやかれるようになった。2006年8月23日、バンド側はウェブサイトで公式に、ニクラス・クバルフォルトが失踪したとの発表を行った。この声明は、コニー・アルレスタールなる人物によりなされ、 声明の中で、ニクラスが4週間行方不明になっていること、行方不明直前の半年間にクラスがひどいうつに悩まされていたことが明かされた。これと同時に、ニクラス・クバルフォールトの意思の一つとして、グールというボーカリストと共に活動を継続していく、とも発表した。2007年2月3日にスウェーデン・ハルムスタッドのディーゼルでのライブで、グールが初出演する。このライブでは、 当初、アッティラシハーがゲストとして出演していたが、そこにグールが乱入し、アッティラをステージから蹴落としている。さらにマニアックがステージに乱入し、グールを蹴りつけた上、イス等をグールに向かって投げつけるなど暴行を働いた。このような状況から、ライブ自体が自然と暴力的となり、スウェーデンのメディアで大きな論争となった。ライブ会場では、 カミソリの刃が観客に渡されたり、ある人がニクラス・クバルフォルトの正規を掴んだため胸を蹴りつけられるなどの事態が発生している。最終的にグールがニクラス・クバルフォルト本人であるということもこの際に判明している。観客の一人はその蹴りの場面を次のように回想している。二曲の演奏が終わり、クバルフォルトがジッパーを上げたレザーパンツで立ったとき、 ある酔っ払ったスウェーデン人が彼の股に触った。クバルホルトはショックを受けたように見え、俺に触るなと叫んで、そのファンの胸を蹴り飛ばしたんだ。なお、ニクラスやバンド側はグールがニクラス自身であるとこの時になるまでニクラス以外のメンバーは知らなかったと主張している。ありがとうございます。